映画を作る。それだけに人生をかけた者たちの物語。映画監督、編集マンになりてえ奴はめちゃくちゃ勉強になります。ようこそ夢と狂気の世界へ。いや、そうだよな。自分自身もですね、リア充だったら多分こんなまどろっこしい映画撮らないと思います。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。はい、というわけでこちら映画レビューをするにあたって、監督だからこその思いをですね詰め込んでおります。監督自身自主映画を18年間撮り続けおりまして、現在80本ぐらい撮っております。そういった身に置いている自分だからこその映画レビューをしていきたいと思います。この映画を知ったきっかけがですね、映画館のサイトで公開予定作品、映画大好きポンポさんが予告編を見たところ、これは面白いんじゃないの、自分も映画を撮ってる身としてかなり響くものがありました。この映画を見た後ですね、速攻パンフレット売り場に行きましてと買おうとしたのですが売り切れておりました。原作この1巻とですね、こういう感じの漫画です。2巻3巻、スピンオフ作品、映画大好きフランちゃん大人買いしてしまうぐらいハマりました。今回です、映画と漫画1巻を含めたレビューをさせていただきたいと思います。はい、でまずこの映画大好きポンポさん、本編時間はジャスト90分、声優はこちらの方々、制作はクラップ、この世界の片隅にというアニメ映画の制作プロデューサーが独立して代表取締役になって立ち上げた会社、この世界の片隅のスタッフも結集して作った長編映画1本目がこちら、映画大好きポンポさん。原作漫画がありまして、杉谷翔吾さん、この方はですねアニメ会社でデザインや企画用の漫画を書かれている方で、2015年ですね深夜に5分アニメの企画で映画大好きポンポさんを書きました。ただですね、企画が出してしまい、2017年にじゃあ個人的に書けばいいじゃんというわけで、イラスト投稿サイトピクシブに投稿したところ、大勢のクリエイターから応援されて閲覧数が上がり、2021年劇場版が公開されました。ちなみにですね、アニメのキャラデザはソードアートオンラインの足立慎吾さん。簡単にストーリーを紹介していきたいと思います。映画プロデューサーのポンポさんの下で制作アシスタントをしているジーンくん、彼は見た映画を全て記憶している映画通の青年。ただしですね、映画を撮ったことがありません。わけあってですね、15秒の予告編 CM をポンポさんに任せられ、それがきっかけで1本の長編映画を撮ることになります。その15秒 CM がとてもよくできていたがために、その後ですね長編映画の監督に抜擢されます。ここからはですねネタバレします。映画館に行く方、作品を見る予定の方はですね動画を止めてください。この作品を語るにはですね、ネタバレをしないで語るのははっきり言って難しいです。自主映画を80本撮っていて、18年間やっている自分のそういった体験も踏まえてめちゃくちゃ熱く語っていきたいと思います。まず最初10分15分ぐらいは正直言います、ハマりませんでした。一つ目、絵のタッチがちょっと癖があったかな。まあ、主人公ジーンくんに関してもクマ、まあ、これ後で知ったんですけども、死んだ魚の目をしております。性器がない。あともうポンポさんに関してはもうザアニメ的な感じなので、最初はですね入りづらかったです。ただですね、映画を全部見た今だこと言いますが、絵に謙遜する必要はありません。二つ目の理由、世界観設定がちょっと奇抜。この作品の舞台はですね映画の都ニャリウッド、ハリウッドではなくニャリウッド。そしてもう見た感じ日本人なのに、ジーンとかナタリーとか英語圏の方の名前となっております。そういう部分で違和感がありまして、ちょっと入り込めずにいました。3つ目、とにかく最初説明がなく淡々と進んでいく導入部、テンポがいいんでつまらないというわけではないのですが、説明がないので、んこれはどういうことかな、細かく説明がないので、この部分で監督は最初はハマりませんでした。主人公ジーン・フィニー、まあ、こう見えて日本人だと思います。学生時代はですねクラスの最下層にいまして、学校の授業が終わると逃げるように家に帰り映画を見ていた、まあ、そんな青年です。もうわかるわ、自分も帰宅部だったんです。友達が一人もいなく、そういう学校生活どうでもよかった、まだ見ていない映画がたくさんある、だからこそ楽しめた、そういう少年でした。ジーン君はですね社会に馴染めない青年です。映画がなければ自分の存在意義が見つけられない。あと映画の撮影現場で
ットをかぶってくんですよ。監督自身もですね、このハット自主映画の現場でかぶってくんで、これ俺じゃんってちょっと一瞬思いました。映画とこの原作本を見る限り、彼がハットをかぶる理由が描かれてないので、まあどういう理由でかぶるのか分かりませんが、監督自身はですね、自分が大好きな映画を学んだ大師匠ロバート・ロドリゲス監督影響されて、もう帽子をかぶれば映画スイッチオンみたいなかぶっている理由があります。この映画やべえなって思ったところ、ジンくんがですね、そのポンポさんに呼び出されます。その現場に遅刻しちゃって、バスに乗るんですけども、そこでね、この後紹介する新人女優ナタリーが水溜りを走るシーンがあるんですよ。そこでね、こう、絵になるんですよ。見ている光景が映像、映画枠になる。これも監督すごいわかります。言葉で説明はしづらいんですが、例えば会話してる時とか、ロケーションとかでもそうなんですけども、見ていると、その光景が映画の構図で頭に入るんですよ。で、今回のこのジンくんの映像もその女の子が水溜りをパシャパシャパシャって走ってるのがバーンと映像になるんですよ。そのシーンがめちゃくちゃ良かった。スローモーションになってね、ここからこの映画やべえなと思いました。ポンポさんにですね、この15秒 CM 作ってみない抜擢されます。この15秒 CM 映画本編って基本的に長いじゃないですか。でその90分をたった15秒に収める難しさっていうのはすごいわかります。今ですね、自分が作ってる実写映画はだいたい10分ぐらいの作品なんですよ。以前はですね、予告編を毎回作っておりましたが、この予告編本編よりも難しいです。時間がめちゃくちゃかかるんですよ。作品のつかみだったり意外な展開オチとか1分の枠で面白そうな要素を見せます。で全部を見せないで、ある程度空白、もう脳内保管でこういうことになるのかな、もうワクワクドキドキさせるような、そんなところをテーマに予告編って編集してるんですよ。でその予告編を完成させたジーンくん、トンボさんに見てもらったところ、いいよというわけでですね、なんとですね、この後長編映画を任されます。主人公がジーンくん、そしてさらに同じ状態で新人女優ですね、ナタリーウッドワークなんですけども、住んでるところはですね、の見渡す限りトウモロコシ畑、地平線前に続くハイウェイ、退屈で何もない街に住んでいる女の子です。だから私は映画に恋をした、映画だけが私の心を満たしてくれたんだ、学校のクラスメートに私女優になるだよと言ったところ、無理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 、でもね、おばあちゃんだけはナタリーのことを信じてくれた。そしてたくさんバイトをして映画の都ニャリウッドに出てきたというわけなんですよ。ニャリウッドに行ったからといってデビューという話は、まあ、そんな簡単に人生は甘くない。30本ぐらいのオーディションを全部落ちて、まあ、雨降ってる中で交通整理のバイトが終わった帰り道、朝の状態で、で、まあ、ボロボロ涙がこぼれ落ちるんですよ。夢を捨てるためにここに来たんじゃない、私は夢を叶えるためにここに来たんだ、女優は笑顔が一番、まあ、いろんなね今までのものもでパーンって言ってもうニカッと笑うんですよ。そこからもう走るシーン、ここめちゃくちゃ良かった、なんかすごい響きものがありました。そんなわけでポンポさんの知り合いの人気女優、ミステア、ミステアは綺麗と可愛いを兼ね備えたトップ女優、 B 級映画に出てるんですけども、その考え方はマジでリスペクトです。こう見えて腹筋がバキバキに割れてます。で映画で、まあ、肌を露出する場面でお腹が見えるシーンは逆にね少し太って映画に出演するというですね、もうむちゃくちゃ努力してる方です。ダラダラした生活をしてるとやっぱりそれが第一印象に映るし、芯がしっかりしてなかったら絶対に務まらないと思います。まあ、そういう意味で俳優女優はリスペクトしております。ナタリーがミステアに問いかけます。結婚とか子供は考えないんですかと。ああ、そういうのはいいや、私の夢は自分で自分の出る映画をプロデュースしたいのと語ります。いや、かっこよすぎでしょ。あともう一個かっこいいところがあって、映画の後半ジーンくんが監督する映画には出なかったのですが、途中で追加撮影をする際にミステアが抜擢されます。でそこであえて自分の名前を外してほしいと言います。それはなぜかというと、脇役じゃなくて主演で出たい、だからここで名前を出したくないから今回は名前を外してくださいと直談します。自分でそう決めてる意思は熱いなと感じました。トップ監督も出てきます。目はねもやもやっていう感じなんですけども、コルベット監督、 B 級映画ばかり撮ってる初監督を任されたジーン君に助言をします。このセリフがめちゃ響きました。評判欲しさに世間受けを狙ったら八方美人でぼんやりした映画になっちゃう、だからそれよりも誰か一人、その映画を一番見てもらいたい誰か一人に作ればいいんだよと。そうすることでフォーカスが絞られ、作品の伝えたい輪郭がしっかりするとアドバイスをしました。なんかわかる気がします。監督もですね、自主映画やってて作品映画祭のコンペとかに出してるんですよね。一時期ですね、過去の作品から見てこういうのが受かってるからこういうタッチの映画を作ろうかニヤニヤみたいなことをした時もありました。ただね、それで例えば受賞したとしても嬉しいかワクワクするか、そんなわ
けで、まあ、評価はもらえていないんですけども、自分が語りたい映画をね、ここは伝えたい映画をもう今後もね撮っていくと思います。はい、続きましてポンポさん、まあ、この映画のタイトルに出てきます映画大好きポンポさんのポンポさん、名前がですねジョエル・ダビド・ビッチ・ポンポネット・ポンポさん。映画版と原作漫画で見た限りですね、年齢が出てきません。もうこの人何歳なんだろうね、小学生中学生ぐらいに見えちゃうんですけども、謎です。ポンポさんなぜプロデューサーをしてるかと言いますと、おじいちゃんがですね超凄腕の映画プロデューサーです。幼い頃から映画をですね強制的に見せられて、自分も含め子供って長い映画って耐えられないと思うんです。彼女が言うんですね、映画に余計な肉付きはいらない、脂肪まみれの映画はダメ、そういった理由から短い映画90分ぐらいがいいと断言しております。で、劇中でもですねジーンくんがポンポさんについて独白するシーンがあります。脚本の可能性、役者や監督の能力を精査する審美眼、スタッフやキャストをやる気にさせる人間的魅力、強い決断力、ポンポさんは映画に必要な才能を全て持ち合わせている銀幕の申し子だとジーンくんが語っておりました。ちなみにですねポンポさんがジーンくんをですねアシスタントにした理由が、たくさんいるアシスタント候補から一番目に光がなかったから、他の若い子はみんな目がキラキラしている、それまでの充実した学校生活、友達や恋人と光り輝く青春を謳歌してきましたっていうみずみずしい綺麗な瞳だけど、満たされている人間は満たされているがゆえに物の考えが浅くなる。だって深く考えなくても今が幸せだから。そしてポンポさんが言います、幸福は創造の敵、彼らにクリエイターの資格はなし、社会に居場所がない人間特有の追い詰められた目をしているの、現実から逃げた人間は自分の中に自分だけの世界を作る、まさに創造的精神活動、ま、あと絶対に女優に手を出さないしねとポンポさんは語ります。なるほど、いやそうだよな、自分自身もリア充だったら多分こんなまどろっこしい映画撮らないと思います。まあ、監督自身も30を超えまして40の壁に差し掛かろうとしております。でもなぜ映画を撮るのか、まあ、正直お金も時間もめちゃくちゃ取られますよ。30ぐらいだったら、まあ、結婚してる、家も持ってる、車も持ってる、仕事でも出世して給料もまあまあ入ってくる、まあ、そういう生活が、ただそういった家庭を持っていると自分だけじゃない奥さん子供、そういったところに注力を注ぐ必要があります。ただ人生は一度きり、映画には夢があるし希望があるし、なんかワクワクするものがあるんですよね。実際のリアルな自分がワクワクしちゃうと、ワクワクする映画とかは撮らないと思うんですよね。監督はどっちかというとワクワク派です。映画を見るんならもうワクワクしたいんですよね。もう心から楽しめる、そして感情を揺さぶられる、まあ、そういう映画を撮りたい。だから現実世界にワクワクがない限りは映画はこれからも撮り続けると思います。むしろ自分の柱ですからね。ちょっと熱くなりすぎましたが、あとちょっと面白かったエピソードが、ジーンくんがですねポンポさんこのニューシナパラダイス面白いんですよねって聞きます。このニューシナパラダイスは約2時間の映画です。ポンポさんがさらに返します、真面目な話、2時間以上の集中を観客に求めるのは現在の娯楽として優しくない。制作者はシーンとセリフを試写してできる限り簡潔にメッセージを表現すべきだ、脂肪だらけのプニプニした映画は美しくないと。これはまあポンポさんの映画のビジョンなんで、全部が全部ね短い映画がいいっていうわけではないと思いますよ。まあ、監督もどちらかというと短くてコンパクトな映画がいいです。あと監督ラボもそうなんですけど もうできる限り余計な間とかは切って切って切って、まあ、コンパクトで密度が高い、やっぱ動画を見てもらう分においてはその方から時間をいただいている状態なので、これが見せたい、これが言いたい、これを伝えたいというわけで切れるところは切っております。と言っても長い映画が大嫌いってわけではありません。ロードオブザリング、あれは本当にね、まああと大好きなインド映画、インド映画も3時間ザラなんですけども、本当面白かったらまあ長くてもいいんだよね。ジーンくんも言ってるんですけども、1分1秒でも長い映画の方が楽しめるっていうタイプもいます。自分が作る動画や映画はできる限り短くして現役カルピスのままお届けしたいです。そのわけでですね、ポンポさんが語る言動だったり思想はもうめちゃくちゃ共感できるところがたくさんありました。実際そのポンポさんがいたら語り合えるなと思いましたね。ジーンくんに任せる、初監督させる映画はですね、自分で脚本を書いてます。でその脚本が当て書きです。役者を見てインスピレーションが湧いて、それをキャラクターとして書く、これが当て書き。監督もですねこの当て書き結構やります。まあ80本ぐらい撮ってるんですけども、何回か使う役者さんがいます。それはね、まあ、スケジュールの関係で会うっていう方もいるんですけども、この人じゃなかったら
成立しないだろう。で、その人のキャラクターを掴んで脚本に書き上げて出てもらう。まあそうすることで、まあポンポさんも劇中で言ってんですけども、間違いなく面白い作品、いい作品に仕上がります。まあそれとちょっと似てるお話なんですけども、映画は一人じゃ作れません。まあ作れるっちゃ作れるんです。ただ、例えばその監督がね、女の子の役はできないですよね。おっさんの役、まあおっさんはできるかもしれない。100歳のおじいちゃんとか、それを自分でやるには限界があります。であれば、やはりそれ相応の年代の方をですね、キャスティング配置して作る。現実にするのってまあまあ難しい。でもね、それがね、ピタリとハマった瞬間のあのワクワク感は、ほんとやべえなと。あとですね、これも作品によってあるんですけども、撮った瞬間ビビビと来るシーン、マジであります。俗に言うキラーカットですね。このカットを撮るがために撮ったみたいな。まあそういったものがですね、キービジュアルとして使っていることが監督が多いです。はい、続きまして、編集。冒頭でも伝えた通りですね、この映画90分の映画なんですけども、映画学校に行かなくても、この編集に関してこの映画を見るだけで、もうめちゃくちゃためになると思います。編集はですね、語るとほんと奥が深く沼です。最初のスタート地点は、もうジーンくんが主役なんで、ジーンくん目線で物語が動いてきます。ジーンくんと女優ナタリーがですね、出会うし、そこで時間軸がギョワーンと戻りまして、ナタリーがそのジーンくんに会うまでの流れが描かれます。基本、まあ人間。やはり、こういう感じで見ると思うんですよ。自分がいるからこそ、そういった今までの経験やら、バックボーンがあるからこそ、嬉しい、楽しい、悲しい、ムカつくとか、そういう感情があるかと思うんです。で、それは一つの個人なんですよね。で、それを別の人から見ると、そうは見えないぞという、まあ、それってやっぱとても映画的に映しているこの前半のシーンは、映画的に面白いなと思いました。目線が変われば、ストーリーとか映画の撮り方って結構変わってくるかと思う。どのシーンを切り取るか、どのシーンを外すか、切る時のね、編集ソフト、監督自身も使っております。Adobe Premiere Pro というものが出てきます。もうめちゃくちゃ出てきて、もう、わー、わかるわかる、その画面。カットとかね、こういう、パン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 、スペース、スペース、あー。ついでに言うんですけども、編集作業ですね。フィルムがザーって流れてくる演出があるんですよ。で、そこで、まあ、ザーって流れるので、剣を持って、もう、ツターン、ツターン、ツターン、ガッシャガッシャ、演出があるんですよ。ここはすごいなんか映像的に面白いなと思いました。編集の切る作業って本当に辛い部分もあります。作品をうまくコンパクトにまとめて、うまくハマったところは、っていう感じなんですけども、本編の尺とか、見せたいがためのシーンによっては、頑張って撮ったのにカットする。ただそういうところです。切れないなっていうと、もうどんどん尺が伸びて、間延びしちゃうんですよ。だからこそ、作品のためを思って、切る作業。例えば編集を繋げております。で、ここをちょっと変えようかなーって思った時に、これを外します。そうすると、まあ、詰まってくるわけですよね。映像パートと、あと音パート、効果音、エフェクトとかも、もう全部ずれてくんです。となると、まあ、時間かかりますよね。そして、沼です。正解がないから。まあ、それがまあ、醍醐味なんですけども、まあ、そこで良くなる場合もありますし、ダメになっちゃうな、みたいな。まあ、それをひたすら繰り返す。それが映像編集です。監督もですね、まあ、自主映画18年やっておりまして、確かに、まあ、初期の頃と比べたら編集は早くなったけども、相当時間かかりますね。この動画自体の分数もまあまあ長いと思うんですけども、長い以上に編集はもうめちゃくちゃかかってますからね。体感なんですけども、その撮影時間の10倍は編集にかけております。それはなぜかというと、できるだけ密度が濃い動画にしたいから、そしていかに退屈させないで見せれるかというところに焦点を縛っております。これもですね、正解はありません。その編集はね、見づらいって分かりづらいなっていう結構指摘が入る時もあります。ただ、もう視聴者側に全部寄っちゃうと、それって自分が作る必要ってあるのかなっていう。で、好きな映画ってテンポがいいんですよ。ロバート・ロドリゲス監督の映画だったり、北村隆平監督、花房勤監督が大好きなんですけども、もうめちゃくちゃテンポいいんですよ。ジェットコースターみたいに切れ目がなく、面白いものがブン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 飛んでいく。まあ、この映画はそういった部分では、テンポがめちゃくちゃいいかなと感じました。あと、編集にプラスして言っておきたいのが、音楽ですね。映像編集でいろいろ組み合わさっていますが、その音楽の入るタイミング、この映画めちゃくちゃ良かったです。徐々に入って、ここで編集ももう、ブワーンと映像と音楽がうまくハマった時の快感はやばいですね。自分の映画でもハマった瞬間、おお来たってなります。あとですね、劇中でも触れられておりますが、映像編集ってめちゃくちゃ悩みます。ジンクもですね、その部分では葛藤されておりまして、映画プロデューサーのポンポさんのおじいちゃんに、君はなぜ映画を作るのかね。そして、君の映画に君はいるのかね。これって、
構深いんですよ。誰が作るか、やっぱり監督をやるには自分の言いたい伝えたいものっていうのは必要なんですよ。じゃないと自分が映画を撮る必要がなくなってくるから、まあ、特に監督脚本やってますともうめちゃくちゃ投影されます。一体と言っていいぐらい。あと劇中でもありました、撮影時間が72時間分、まあ、それを、まあ、90分に縮めるって多分めちゃくちゃ大変だと思います。まあ、そこで倒れちゃうんですけども、病院の病室に運ばれます。でポンポさんが言うんですよね、ジーン君他の編集者を探すかと。でもジーン君はね、病室から出て編集室に行くところ、熱いなと。やっぱ自分で撮った作品は自分で編集したいっていうのはありますね。18年間やってきたから分かるんですけども、撮影現場に行って撮った映像はやっぱ自分が一番分かる。それを撮影現場に行ってない人に任せる、かなり変わってくるんですよ。まあそれが正解かもしれないけども、やっぱり自分が作る映画は自分が一番信念っていうのはあると思うんです。そういった部分は邪魔だっていう人もいるかと思うんですけども、監督ラボもそうなんですけども、自分で編集したいなっていうスタンスはありますね。まあ何回かね、監督ラボの動画本当に忙しすぎて任したのがまあ3、4本あるんですけど、1本はですねそうじゃないんだなって、最終的に作ってもらった編集を全部取っ払って最初から全部自分で作り直したって過去はありました。そういうわけでですね、やっぱ編集って辛いものはあるんですけども、自分が成長していく段階でもあるんですよね。辛いところ、これはもう映画編集だけじゃない、何かその辛い経験があったらそこを乗り越えたからこそいける到達点だったり、できることが増えるんですよ。映画、まあ、動画も含めて、それを生かすも殺すも編集次第だなと思います。同じ素材を与えられても、それぞれ人によって編集する、このカットを使う、このカットはいらない。やっぱそれはね、たくさん突き詰めて編集していくことによって、自分のスタイルっていうのは、おのずと確立されていくので、編集に関しては、まあ、これからも監督はですね、動画編集を通じて、さらに上のレベルに上がっていきたいなと思います。はい、というわけでですね、長々と語ってまいりました。この映画ですね、個人的に最初の10分15分はハマれなかったのですが、もうそれ以降はですね、一コマ一コマ無駄がない、本当にテンポがいいジェットコースター映画でした。これ好きだなと思ったのは、新人監督ジーン君と新人女優のナタリー、まあよく結構映画の展開であるのは、苦悩を分かち合ったがためにちょっと恋仲になるみたいな、この作品はそういったことは一切ありません。なんだろう、そこはすごい監督も共感を覚える部分なんですけども、新人監督ジーン君は今まで生きてきた人生の中で映画を撮ることが本当に夢なんで、新人女優のナタリーに関しても今までの人生いろいろと見てきた中で女優になるということ、そこで人はそれぞれって軸っていうのがあるかと思うんですよ。監督自身もですね、もう全ての軸、もう一番重要したいのは映画、まあ最近はね、まあ、動画プラスアルファになったんですけども、そこの一番重要なところを描いているからこそ、まあ、2人がイチャつかないところ、自分の柱だからね。本編でもですね、語られています映画以外のことを結構切り捨てたところはありますね。そういったところをちゃんと描いてくれたところ、ただそういったところはね、まあ、人によってはですね、自分勝手だとか逃げたとか言われるかと思うんですけども、それは人それぞれ個人かと思います。みんながみんなね、これが幸せだと思ってるけども、まあ、その人によって違うなと思ったら、まあ、それは貫いていいかと思います。監督自身もですね、これから映画動画を撮っていくという信念はね、もう本当に自分の柱なんで、もうこれが崩れちゃうと自分の存在って何かなということになりかねないので、これからもですね、最高な映画、最高な動画をですね、出していきたいなと思っております。っていうか出します。そしてその終わりは、自分がもう最初にも言った通りリア充になって、映画よりも楽しいものを見つけちゃった時か、もしくはもうそうだね、本当に物理的な問題だね、頭がもう記憶が老化して、体がもうヨボヨボで撮影現場まで行けない、おじいちゃんになって手が動かないとかね、脚本書くにも全然ストーリーがっていう風になったらこの場から去りますが、それ以外はですね、おそらく一生続けていくかと思います。まあ映画も動画も含めて正解はありません。映画もね、みんなが完璧って映画は作れません。だからこそ可能性はあると信じております。はい、というわけで夢と狂気の世界、映画に取り憑かれた男なんですけども、今回ですね、この映画大好きポンポさんを語らせていただきました。ちなみにですね、こちらですね、劇場で入場特典としてもらったもので、劇場限定特典、書き下ろしコミック全編となっておりまして、今回のその映画版では描かれていない主人公ジーン君の過去のお話ですね、が入った漫画となっております。でこれ前編なんで、多分今この動画を出している時は多分こ
後編が配られているのかな。あ、後編はこの前編につながるストーリーですね。前編の最後はさあ面接を始めましょうかという部分となっておりますね。いや後編見たいけどちょっと時間がな。まああとこの原作本ね本当にいいですね。映画版とこの原作の違いとしましては、まあ、監督も今回の動画で熱く語りました編集パート、編集パートはですねこちら本当にすぐ終わります。キャラクターは一緒だけども別物と言ってもいいぐらい結構違ってきます。もうこんな映画なかなかないと思います。監督キャストスタッフ含め本当にこの映画めちゃくちゃ響きました。熱い感動ありがとうございます。というわけでこの監督ラボでは、自主映画監督が普段はですね商品レビューをやったりですとか、たまにねすごい響いた映画をレビューしたりしております。最近で言いますと思い思われ振り振られ、まあ、監督ですね一時期ですね自主映画をちょっとやめていた時期がありました。でそこでやめていた時期に思い思われ振り振られを見てまたやろうと心を動かされた内容を語っている。ぜひともですねまだ見ていない方はこの動画概要欄に貼っておりますので見ていただけますと嬉しいです。他のですね作品に関しては全く見てないのですがこの後読みます。とても響いたものがあれば動画を撮って出すかもしれません。興味がある方はチャンネル登録をしておいてください。いいねもお待ちしております。自分がこういった語った内容はですねいいね一つだけでもすごい救われます。というわけで監督ラボの監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。人生そういう構図にこう作ってみないと言わ、あ、ポンポさんが切ったぞー。似てねえな。これちょっと NG を。最初から泣かせる映画よりも、がつかめてくるんですよ。いい作品に仕上がります。